皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ウィーン、しめじまです。オルタナチャンネル、最近大食いばっかやってますね。はい、大食いばっかやってますけど、これは大食いしたことないだろうっていうものを今日持ってきました。おお、誰しもが大食いしたいけどなかなかできないっていうもの。フグかな。おい、フグかな。おい、下手くそな人が YouTuber 食べたことあります？フグって。まあ、食べたことあるんだろうけど、テレビとかで見るような大皿にあってこういうふうに箸でガーって取るような食べ方はしたことない。聞き方気持ちが悪い。なるほどね。この夢のさ、こういうやつやってもらえないじゃん。うん、今回それやりましょう。え？ということで買ってきました。でかすぎフグ。こんなん売ってるんだ。通販で売ってて大皿に入ってるやつです。うーん、これを今回は美味しく無限に食べましょう。じゃあ行きますよ。はい、オープノスケ。もうかぶっていてもらって。なんでだよ、わかんないだろ。あ、似合うわ。はい、綺麗。ザ・フグですね。これちゃんとしたお皿じゃん。もう陶器のやつです。このお皿すげえ。こんなお皿でついていくんだ。お皿すげえな、これ。お皿マニア。そう、全部もうね、すぐ食べられるのにセットになってる。多分味噌汁みたいにするんじゃん、それ。フグヒレで。これね、薬味とか、これ雑誌ですよね、こういう。確かにあるけどね。テレビジョンだよ。あとこれね、まあ、ポン酢でしょうね。うん。フグ醤油。もみじおろし。これいくらですか、ワンセット。これ。はい。1万5000円です。まあ、お皿が大体これ1万3000円ぐらいするじゃん。そんなにはしないんだよ。うわ、すげえ。保冷剤。保冷剤。絶対食べないでください。これ。はい。もう一つ。え？一人一個ってことですか？今回は贅沢です。投げるよ。投げるな。どんな義務教育受けてきたんだよ。じゃあとりあえず、はい、食べる前にサムネを撮るよー。オルタナチャンネル。これまあ一人一皿食べればすごいと思うよ。その5、6人前だから2人で10人前以上食ってるっていう。確かに。もう今回幸せ企画ですから、美味しそうにもう食べてください。はい。じゃあそれでは。お手手のシワとシワとシワとシワを合わせます。そして下関のフグたちに感謝。ありがとう下関フグ、下関開通条約。それではいただきます。怖い。いただきましょう。いただきます。いただきます。じゃあもう生で食べてください。なんでだよ、臭いだろ絶対。なんでだよ。いただきました。じゃあもうフグ醤油でいきますか。絶対うまい。いきます。はい。おいおい、わわ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 、やば。こんなん取れないでしょ。なかなかできない、こんな贅沢。すごい、もうなんか生姜みたいになってるもん。ガリやん。確かに。いただきます。はい。なんだなんだ、頭に革命が起きてる。めちゃくちゃうまいというわけではない。あれ、正直者。ちょっと食べてみ、食べてみてもらえば分かる。期待値が高すぎたから。なるほどね、うん、俺も。はい、いただきます、うんうん、本当に淡白で上品な白身魚って感じ、うん、確かに。だから特別なんか味が変わってるとかじゃなくて、本当に淡白な感じ。淡白だけど食感はね、俺的には好きで、うん、ちょっとムチムチしてるっていうか。ムチムチって言うな。なんだそのいやらしい表現。ちょっとムチっとしてんの。じゃあ薬味乗せていただきます。多分巻いて食べるんですよね。一緒にいただきます。あー、乗せた方がうまい。あ、本当に、うん、じゃあ俺もちょっと薬味大量に。あ、うまいうまい。大人の味だと思う。大人、日本酒とか飲みながらつまむのが贅沢なんだと思う、うん、だからそんな食べないんだろうね。あー、そうかもしれない。これすげえ食べたいってならないもん。あ、だから薬味入れた方がうまいね。倍うまい。これも薬味だよ。もみじおろし、うん、これもさ、結構やるよね。じゃあこれでちょっとつけて。あっ、うそ。なんで、何が来た。たっぷりってると思って。たっぷりその後いけないよ。辛いんだ。それはそれは薄い。それは薄い。それは薄い薄い。なんで。それはそれはリアクション取れないから。ちゃんといっぱい言ってください。そうそうそう、それぐらいそれぐらい。ああ辛いね。うん、辛い。ああ辛い。結構俺いっちゃったから一枚に対して。ちょっとさ、しゃぶしゃぶにしてみようか。だしあったっけ？作ります僕が。ほんまに？ほんまやね。オルタナチャンネル。まずこれトラフグのヒレ。これさ結構味が出ると思うんで。これをまず鍋に入れましょう。見て。すごい、黒ちょっと。この中に入れます。そして丸鶏、はい、ガラスープ。これ何でもあるんだよ。なるほど。濃いめにしよう。そしてガーリック。ガーリック。ガーリック、フグにガーリック。で、あとは醤油で味を整えばもう完成です。なるほど。コンソメもちょっと一応入れておきます。入れてる。あ、コンソメ入れなくてもよかったかもしれない。どっちだよ。あ、でももういい匂いしてる。嘘。感覚強いってニンニクやん、これもうニンニク入れたら。はい、フグの鍋も完成です。ガーリック臭がすごい。これ合うと思いますよ。でね、醤油も入れよう。ちょっと
し。さあ、これでしゃぶしゃぶしたらね、また一味違うと思うんで、はい、今はね、ちょっと物足りなさある、はいはい、正直。じゃあ行きます。はい、はい、しゃぶしゃぶしゃぶ。色が綺麗。あ、うまそう。こっちの方が絶対うまいから。ちょっと何もつけずいきます。じゃあこれでいけるか。いただきます。はい、もう、うん、白身魚もう白身魚これやっちゃったら本当に、うん、で言うてこれスープだしいろいろ入ってるけど、うん、あんましないね。あ、本当に。あー、こっちの方が風感すごい出る。プリップリになる。ちょっとなんか持ってこよ。食べやすさはこっちの方があるかもしれない。ほら、こんな真っ白ってなんかね、豚肉っぽい。あ、いい表現した。これ豚肉っぽくなる。もっとうまい食べ方、まずちょっと塩、シンプルに塩で食べてみるわ。しゃぶしゃぶすることによってやっぱ臭みが消えますね。あ、そうだ、食べやすさはこっちだね。そう。あー、唐揚げっぽくなります。へー、もう肉だ。言ったやん、さっき。豚肉みたい。言ったやん。タルタル、それやった人今までいないんじゃん。タルタル何にでも合うから。タルタルでいきます。はい。なんかまだ違うな。しっくりこない。うん、なんだろう、何が合うんだろうな。俺はね、もう最後唐揚げだと思ってる。うん、唐揚げで、やっぱこれだってなると思う。唐揚げ作れんの？作れます。どう作るの？粉つけて揚げます。じゃあちょっと俺唐揚げ作ります。はい、じゃあこれ唐揚げ部に最後取っときます。はい、それの前まで全部食べましょう。こんな食うもんじゃないんだな、フグって。そう、やっぱね、1枚ずつチビチビと食べて、普段食べれないものだなって食べるのが美味しいんだな。正解。はい、まず一皿目、こちら完了です。お子様。じゃあ俺あとこれ頑張って食べるんで買ってきてください。じゃあもし食べれなかったらこっちにもう全部唐揚げにするんで入れてください。じゃあもう全部入れます。オルタナチャンネル。はい、ということで買ってきました。これ伝説の唐揚げ粉。絶対うまいじゃん。もうしかも簡単、溶いて、もうつけて、で揚げるだけ。やっていきましょう。一袋使っちゃいます。はーい、じゃあちょっとそれにね、フグをつけて油で揚げていきたいと思います。フグは、あ、どう、全部食べた？いや、あ、残ってます。全部やっちゃおっか。やりましょう。健康に気を使ってね、オリーブオイルで今回いきましょう。オリーブやってる時点で健康じゃないんだよ。これ全部唐揚げにします。じゃあ入れますよ。はい、全体的にまぶしていきます。あ、で、あとこれ買っといたんですよ、家庭用消火器。あー、いいね。その消火器買うとでかいんで、何かあったら。俺たま炎上した時もさ、これかければいいんだよ。無理だよ、これじゃ収まらないんだよ。これじゃ収まらないんだよ。ちょっとかけていいですか？なんでだよ。ナイトブログ。これ炎上してるか。めっちゃうまそう。いいね。おー、いい感じ、いい感じ。さあ、できました。おー、うまそう。いい感じ。めちゃくちゃうまそう。いいね。これ結構もうあるぞ。確かに。じゃあいただきます。どうぞ。もう出来たてを食べてほしいから。じゃあここで揚げてる間にいただきます。はい。匂いは、あ、イカのゲソ焼きみたいな。いただきます。はい。おー、サクサク。どうやさ、星一つ。え、うまい。どうです？うまい。よかった。ベビースターラーメン食べてる感じ。一番うまい。フグの味全然わかんない。フグの味しない。唐揚げの粉。あ、中になんか白身魚入ってるかなみたいな。スナック食べてる感じだよね。ちょっとカリカリになりすぎる前にあげよう。はい、できました。フグの唐揚げです。チキュ。じゃあこれ食べましょう。はい、チキュ。さあ、ということで唐揚げ、これを食べたらもう全部完了です。量がなんか倍に見えるね。確かに。じゃあ俺一番でかいのこれいきます。絶対合うやつ。あ、いいね。つけて食べます。あの表面だけじゃなくて中にも衣ついてるから、うん、ちょっとまだ。じゃあ焼いてくる。じゃあこのカリカリがもうちょっとやってくるわ。じゃあ俺こっち食べてますよ。 OK。 じゃあマヨネーズつけていただきます。はい。うまー。マジでうまい。え、マジで？マジでうまい。あれね、マヨネーズだ。タルタルでもいっちゃいます、はい、目の前に出されて中身何でしょうって言われたら分かんないよね。分かんない。俺ら舌がお酒の味も分からないようなお子ちゃまだから一番好き。タルタルもうまいよ。あ、いい音。うまい。うまそう。一番これがフグをうまくしてる。これがうまい。これ108円よ。今日の動画で一番これに感動した俺。この伝説の唐揚げ粉おすすめです。はい、できました。これが最後です、本当に。はい、これ食べましょう。相当カリカリ。あ、ホクホク。うまっ。いっちゃって。はよい。じゃあ最後一つです。はい、みんな口開けて。最後の一口。あー、はい、よくー。10人前以上完食しました。
やりました。ということで結果、フグはちょっと食べるのが一番美味しい。ただお腹は全然膨らんでない、まだ俺。まあ半分もいってないぐらい。まあそうだね。うん、まあ、そんな爆食いするもんじゃない。爆食いするもんじゃないし、この唐揚げの粉が一番うまい。ぜひ皆さん買ってみてください。どっちかい。